フェルナンド・アルフレド・セギノール・ガルシアは、パナマ出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ。ヤンキース 3A や、エクスポーズなどでプレーし、1998年から2001年まで4年間で、メジャー通算172試合出場、打率、251.17本塁打の成績を残していた。2001年12月21日に、オリックス・ブルーウェーブが獲得を発表した。 日本プロ野球1年目の2002年は一塁種、または指名打者として出場し、2002年5月5日の大阪近鉄バファローズ戦と、翌5月6日の千葉ロッテマリーンズ戦で2試合連続左右、両打席本塁打を記録。さらにこの年の7月26日にもシーズン3度目の左右打席本塁打を達成。8月26日までに打率。 二百四点二三本塁打の成績を残していたが、同日に不調のため出場選手登録を抹消され、そのまま一軍復帰はならず、同年九月二十一日には、球団から戦力外通告を受け、一年で解雇となった。二千三年は、ヤンキース参加のサ 3A コロンバスに所属して打率、三百四十一点二八本塁打、八十七打点の成績を残し、 首位打者、本塁打王の二冠王を獲得したほか、メジャー最小格も果たして、松井秀喜のチームメイトとして5試合に出場した。北海道日本ハムファイターズの小島、武士オーナー代行は2003年12月10日までに、新外国人として、セギノールをライアンループ投手と共に獲得する方針を決め、同月12日以降のウィンターミーティングで2人との契約交渉に乗り出した。 2004年2月5日に、北海道日本ハムファイターズへの入団が発表され、2年ぶりの日本球界復帰となった。当時の契約内容は1年契約で、推定契約金2000万円、推定年俸7000万円出来高で、背番号は5。開幕直後の打率は4割を大きく超え、4月の月間 MVP を受賞。打率305、 本塁打44本、打点108で、福岡大英ホークスの松中信彦と同数で、本塁打を獲得し、ベスト9にも選ばれた。2005年は前半戦は、今一つ調子が上がらず、7月までには16本しか、本塁打を打てなかったが、後半戦になると調子を上げ、8.9月だけで15本と、本塁打を量産した。前年1 1を記録したが、 さらに30個以上、多い141三振を喫した。チーム全体でも1151三振を喫し、チーム三振数のプロ野球記録を作る一員となった。2006年は前半戦に極度の不振に陥り、一時は稲葉敦樹に4番の座を譲ることもあった。本類打、打点は、 前年より少なく物足りなかったが、優勝争いを繰り広げていた9月に4割8、本類だと盛り返し優勝に貢献した。日本シリーズで日本一になった際には歓喜の輪に入りながら、人目をはばからず号泣していた。アジアシリーズはしも、術の通り出場していない。オフには、日本ハム球団が2006年シーズンの契約に、契約終了後の優先交渉権を盛り込んでおらず、 セギノールの代理人とは契約終了前の11月中には一切連絡が取れない状態だったため、12月1日に日本ハムの支配下を一旦離れ、フリーエージェントとなった。日本ハム側はそれ以後も残留に向けた交渉を行い、た球団からのオファーもなく、2007年に入ってから、金銭及び契約年数で双方の歩み寄りがあり、再契約を結んだ。 2007年はシーズン通して不審で調子が上がらず打率249本類打21本と低調な成績に終わった。日本シリーズでは打率333を記録に本類打を放つも2億6800万円という高年報もネックとなり来期の契約公開は行わない方針を球団が掲げこの年限りで対談となった。 その後、オリックスバファローズや横浜ベイスターズが興味を示したが、獲得には至らなかった。2008年3月、コロラドロッキーズとマイナー契約を結ぶも、開幕直前に戦力外通告される。その後、メキシカンリーグを経て、デトロイトタイガース参加の三 a トレードでプレイ。同年7月、東北楽天ゴールデンイーグルスと契約。背番号は、 日本ハム時代と同じ後、楽天の背番号5は2006年9月にエリック・バレントが解雇されて以来、球団と野村克也監督の方針で空き番となっていたため、入団決定と同時に背番号5をもらうことができた。8月にチームに合流してからは持ち前のパワーを遺憾なく発揮。9月には月間 MVP に輝いた。 最終的にはわずか39試合の出場ながら打率324本塁打13本打点40点の好成績を収めた12月球団から2009年シーズンの契約が合意に達したことが発表され同年も楽天でプレーすることが決まった2009年は開幕戦に4番ファーストでスタメン出場開幕1打席目で ダルビッシュ優から両オリーグ一番乗りとなる第1号にランを放ったが打率が165と2割にも満たないなど極度の不振が続き5月24日に1軍登録を抹消されたその後7月4日に1軍登録されてからは復調し最終的には打率253、14本塁打54打点の成績を残したが結局 シーズン終了をもって自由契約となり退団。2010年からは、米国のプロ野球独立リーグアトランティックリーグのニューアークベアーズでプレーしていた。2010年6月3日にオリックスバファローズと契約。2002年以来、8シーズンぶりに、古末の復帰となった。交流戦後の6月18日に一軍登録され、 絶好調だった北川博都市に代わり試合に出ていたが、わずか6試合の出場で打率130、0本類第1打点と調整不足を露呈し、6月26日に登録抹消。7月16日に再昇格したが、またも結果は残せず、7月29日に再度登録抹消。その後、一軍に再登録されることはなく、十一月十一日に、 自由契約となった。結局オリックスでは2002年同様活躍できず、2002年をさらに下回る結果に終わった。2011年はアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズでプレーした。2011年12月、読売ジャイアンツの中米スカウトに就任。2016年2月からシカゴカブスの国際スカウトを務める。2019年から マイアミマーリンズ国際スカウト部長を務める。2016年6月28日の日本ハム対埼玉西部ライオンズ戦の始球式に稲村アミの対戦相手として登場し、稲村の投じた時速1 0 2トルの直球をセンター前に弾き返した。ありがとうございます。